今回は世界の料理賞を語りたいと思うんですけれども、これはですね、まあその名の通り日本の番組ではない料理賞番組なんですよね。つうかね、その頃日本で料理を賞仕立てて見せるっていうのはなかったですよ。まあ日本人の性格的に、つうかな、それまでの文化的に料理をさ、つまり食べ物に関することを面白おかしくやるなんてことは、まあちょっと昔の日本人ではね、考えられなかったと思いますよ。まあ、食べ物 食べ物で遊ぶんじゃありませんなんてね、よく怒られましたけどもね。まあ遊んでるわけではない。でもこの番組は結構遊んでたな 遊びながら作ってる時もあったよね。これどんな番組かと言いますと、グラハム・カーという、まあ人がね、もちろん外人さんなんですが、その方が、男ですね、もちろん。その方が一人で、まあ、観客席の数十人をの前で、まあ、スタジオの中でね、料理をするところを見せると。まあ、ペラ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 、ベラ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 、面白いことを喋りながら料理をするっていう、そういう番組なんですよ。一人だけでやる、たった一人でやる。だからすごいなと思ってね、よく間が持つなというかさ、なかなか料理しながらさ、そう、料理に関する話ももちろんするけれども、なんか関係ないバカ話をいっぱいするわけですよ。で、笑いを取るわけ、その観客席からね。なかなかそれって難しいと思うんですよ。まあそんな番組だったんですよね。で、これ、まあ当時はね、アメリカか、まあ、イギリスかっていう感じで見てたんだけど、なんかカナダの番組らしいんだけれども、ね、まあ確かにあんまりアメリカの番組っぽくはなかったよね。イギリスあたりかなと思ったんだけども、カナダらしいですね。だからまあいわゆる外国番組でございますけれども、それの料理ショーでございます。ね、だこれね、どうして見る気になったかっつうとね、まずは番組宣伝、番宣 CM がきっかけかな。私多分番宣 CM を見て見る気になったんだと思うんですよ。その番宣 CM ってのがね、これ東京12チャンネルの番組ですけどもね、東京12チャンネル、まあ当時まだ東京12チャンネルですよ。テレビ東京になる前だからね。多分始まった頃、昭和49年に始まったらしいんだけど、まあその頃だと思います。の番宣 CM、こんなもんでしたね。料理研究家グラハム・カーが口八丁手八丁、おまけに顔まで八丁でお送りする世界の料理ショー。毎週日曜11時から放送中ですみたいな、そんな感じの CM だったよね。まあ、時間はもしかしたら11時半だったかもしれない。とにかく日曜の午前だよね。日曜の午前の、まあ、10時台か11時台、多分11時台だったと思うけれども、まあ、そういう感じでやってましたよ。ね。料理研究家グラハム・カーが口八丁手八丁、おまけに顔まで八丁でお送りするなんて言って、その顔まで八丁っていうのがなんかおかしくてね。だから口八丁手八丁つんだから、なんかペラペラ面白いことを喋りながらやるんだろうなっていうのが分かったし、で、顔まで八丁って言葉が面白かったから、まあ、どのぐらいいい男なんだろうなと思って見てみたっていうのがありますよね。で、実際に見てみたらばさ、まあ、ブサイクではない、もちろんブサイクではないけど、顔まで八丁っていうほど、むちゃくちゃハンサムっていうほどでもないなとは感じたんですよ。まあ、どっちかといえばもちろんハンサムなんだろうけど、まあ、顔まで八丁っていうほど ハンサムではないなとは当時は思ったんですよね。で、口八丁手八丁の口八丁は確かに口八丁なんだけど、なんつうんだろう、やっぱり翻訳番組だからさ、もともと向こうの言葉で喋ってるでしょ？英語だかなんだかで喋ってるわけじゃないですか。フランス語かもしれないけど、まあ、なんか向こうの言葉で喋ってるわけでしょ？だからさ、日本語にそれ翻訳してるんだけど、なんか違う感じなんだよね、やっぱり。観客が笑うの。やっぱりね、そのグラハム・カーは観客相手に喋ってるからさ、何十人っていう観客相手に喋ってるから、まあ、グラハム・カーが何か言うと観客が笑うんですよ。で、翻訳でも確かに、まあ、ギャグっぽいセリフにはしてるのよね、確かに。ギャグっぽいセリフにしてるけど、そこまで笑うようなことかみたいなね、そういう風になってるんですよ。どうしても苦しいんだよね、翻訳家の人も苦しいんだろうけど、やっぱり辻褄合わせるのが難しいんだろうね、向こうで言ってる内容と日本語との合わせるのが。だから日本語ではさ、単なるダジャレみたいになっててさ、それ、お年寄りとか結構多かったからさ、観客にはね。
そういう、まあ、いい年した大人の人たちがさ、そんなゲラゲラ笑うような内容かなとかいうのが結構多かったんですよ。だからその口八丁の部分もね、確かによくペラペラ喋ってはいるけれども、そこまで面白くねえなっていう風に感じたんですよ、見た時はね。それから手八丁、これはまあまあすごかったけどね。つまり男の人じゃないですか。当時さ、日本でさ、男は男子厨房にいらずみたいなところがまだ残ってたわけ。うちの親父なんかもさ、まあほとんど料理しなかったからね。たまにやったけど、まあほぼやらなかったですよ。全部お袋に任せっぱなし。共働きなのにね。だから母親は非常に大変だったと思いますけれども、昔の男ってのはそういうもんだったですよ。そんな世界に生きてる私がですね、その男でありながらあんなにポン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 ね、包丁使うっていうのは、まあ確かに日本のさ、料理研究家の人もいっぱい料理番組やってたけど、それ外人さんでああいうのって初めて見たから、おすげえなってそれは思いましたけれども。でさ、これ見よがしにやるんだよね、たまにね。こう包丁トン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 って切るときもさ、まあ普通にやるときももちろん多いんだけど、わざーっとこうタタタタタタタみたいな感じでさ、こうわざーっと早くやったり、わざーっと難しく切ったりして、それで拍手もらったりしてさ、で得意顔になるみたいな得意も結構あったよね。まあそれで口八丁の手八丁はまあまあ確かにそうかなとは思うんですけどもね。で口八丁も多分向こうの言語を聞けばそうなんだろうっていうね。で顔八丁もまあまあ多少持って言えばね、まあ顔八丁かな。だから口八丁手八丁顔八丁、まあ確かにそんな感じの番組ではありましたよね。でもね、そんなことよりね、やっぱり全体的に楽しい雰囲気だった。やっぱりね、それまで料理番組ってさ、3分クッキングでもそうだし、 NHK の今日の料理なんか特にそうだけどさ、もう本当にのっぴりしてるっていうかな、何の面白みもないでしょ。面白みっていうのは、そのお笑い的にね、お笑い的な面白みっていうのはもう全然ないじゃないですか。当たり前だけど、それまでの料理番組ってね、それをさ、料理を作る、その作り方を説明する番組なのに、笑いをさ30分取っていくっていう発想がもうその時斬新だったのよ。だからすげえなこの番組って、そこは感心したんですよ。チャンネルはそのまま。だからさっきも言ったように、翻訳してるから言ってる内容ははっきり言ってね、そんなに面白いと思わなかったけど、でもまあ観客はちゃんと笑ってるから、まあ、向こうでは面白いこと言ってんだろうなっていうのは分かるしさ。で雰囲気、そのグラハム・カーがね、笑顔いっぱいでさ、でこう軽口叩いてるなっていう、その口の形とかさ、表情とかで、それは分かるから、まあ、そういう全体の雰囲気は楽しかったしね。実際にそんな料理番組ってそれまではなかったから、そこが斬新だったし、な感じでね、やっぱ楽しく見られるから結構好きな番組だったっすよ、やっぱり。でもね、まあそれだからショーなんだよね、世界の料理ショーなんだよ。まあそれ放題でね、日本の題で、向こうじゃギャロッピングルメとかなんとか、そんないうような題名だけどもさ、だから向こうじゃグルメ番組なのかもしれないけど、こちらではよくやったなと思うのは、確かにショーなのよ。日本人にとっては、特に当時の日本人にとっては、あれはショーでしかないの。というのはさ、食材がもう日本じゃ手に入らないもの結構いっぱいあったの。だってね、七面鳥とか当たり前に出てくるんだから、でさーってこうやって取り出した七面鳥さんみたいな感じでさ、グラハムカーが取り出すわけよ。さあいい子だからオーブンでおとなしくしててねみたいな感じで入れるわけね。でさ、さあそのさっき言った七面鳥ちゃんがもうこんなになっちゃったみたいな感じで、下からさ、もう焼き上がった七面鳥出すみたいな感じでやるわけよね。そのために観客が笑うんだけどさ、そういうのはまあ確か面白かったよね。面白いとか楽しかったよ。でさ、まあそこは楽しいんだけど、七面鳥どうやって手に入れるんだって当時思ったよね。ないよ七面鳥なんてってさ。あと同時にうまそうだなってね、まあ私未だに七面鳥食べたことないからよくわかんないけど、まあ当時はすごいうまそうだな、食べてみたいなと思ったっすよね。まあ食べたことないから余計よ。鶏肉だってさ、ケンタッキーなんてないから、まああったんだろうけど、家の周りには全然ないからね、まだ全然普及してないから。だからケンタッキーフライドチキンすらないの、その当時ね。あったな、せいぜいあったのはもう鶏の唐揚げだけど、鶏の唐揚げ全然味ついてない普通の唐揚げだからさ。だからそういう時代だもん。そこに七面鳥のさ、あのローストの
あれが見せられたらさ、うわうまそうだなってなるわけ。やっぱり実際の七面鳥の味は分かんないですよ。まあね、その当時は本当にうまそうに見えたわけよ。でさ、その食材も手に入れるの難しいの結構いっぱいあったけど、調味料もね、なんだかいろんなハーブだのなんだのさ、わけわかんないのいっぱいあるわけ。初めて聞く名前のものいっぱい使うのよ。なんだろうなんだろうってね。もうほんと、まあ、スパイス、いろんなスパイス、多分ね、西洋人の人が料理するときってさ、当たり前のスパイスなんだろうね。今だったらさ、イトーヨーカといってもさ、いろんな種類のスパイスいっぱい置いてありますよ。その頃さ、そんなスパイスなんかねえからどこ行ったって、あったらテーブル胡椒ね、 SB のテーブル胡椒くらいだからさあの台形のね、あれしかないからさ、スパイスなんつったらね、あとせいぜい七味唐辛子とかさ、そんなもんだからさあれその時代にさ、いろんなスパイスのことを言われてもはぁって感じなのよ。何それって感じだ。何を使って何を入れて何をどんな味をつけてんだろうってさっぱり分かんないの。でさ、一通り料理が終わった後レシピを出すわけですよ、あのフリップでね。で、何々が1/2とかさ、1/2カップだなんだって、あ、それ番組が終わった後だ。番組が終わった後にそのテレビ東京側で、あ、東京12チャンネル側で、まあ、フリップっつうかな、そのそうフリップだね、フリップを画面いっぱいに映してやるって感じ。その番組とは別に、向こうが作った番組とは別に、東京12チャンネル側で流すって感じだ。レシピはね、番組が全て終わった後に、で、今日の料理はこんな感じですみたいなね、今日の料理の何つったっけな、当時レシピって言葉はないからね、まあ、今日の料理はこういう風な具合ですみたいな感じで、上から順番にね、なんとか何 cc、 なんとか何とか何カップ、なんとか何か小さじ1/2だ、なんだやるわけだけど、そこに載ってるさ食材の名前知らないのいっぱいもう塩コショウとかは分かるけど、まあそんな分かる 材料ほとんどなかったっていう、まあ、印象ではね、そんな感じよ。まあ分かってもそれどうやって手に入れんだっていうのも結構多かったっていう感じよね。だってもうまだクジラの肉とか食ってる時代だからさね、食卓でさ肉食ってたら、我々みたいなね、もう貧しい家の食卓で肉食うって言ったらば、牛肉なんかないからね、豚肉か、まあ、クジラ肉よ。豚肉だってそうそう食えなかったからね。牛肉なんかまあ年に1回も食わないんじゃないっていうぐらい、たまにすき焼きで奮発して入れるっていうくらいだもんね。そんな時代にさね、なんとかの肉をドサッと使うわけよね、羊の肉とかさ、ラムの肉とか言って、ラムって言葉も知らないか当時さ、もうそのぐらいの次元なのよ、その時代的にさ。だから本当に異次元の番組だったよね。だからちっとも料理番組って感じがしないの、見てて。作り方もそうだしさ、そんな包丁カン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 使ったりさ、なんか変な格好で切ったりもしたりね作り方もなんかショーっぽいし、で題材はさっぱ、その材料は全然わかんないしさ、まあそんな感じで、もう見ててちっとも料理番組見てるって感じしなかった。まあ本当にショーとして見てましたよね、ショー番組っていう感じで見てましたよ。でそのグラハムカーが作り終わると、盛り付けしてさ、でテーブルに盛り付けして、いつも2人前つくんだよね。もちろん1つは自分用で、なんかね、エプロンかけてさ、エプロンじゃねえや、前掛けかけてね、汚れないように前掛けかけて、で1人で食べるときも確かあった気がするんだけど、そのしばらくしてからかな、最初なんか一人で食ってた気もするんだけど、まあ、記憶違いかもしれないけど、その後ね、客席から一人選ぶんだよね。大体こう老婆、割と年いった女の人が選ばれるっていうのが多かった気がするんだけど、じゃああなた来てくださいみたいな感じで、一人こうね、スタジオに上げてさ、壇上に上げて、で一緒のテーブルに座って二人で食べるみたいなさ、まあ、そういうラストでしたよね。で拍手のうちに番組が終わるみたいな、そんな感じだったんですよ。でその後にテレビ東京12チャンネル側で用意したそのフリップで材料紹介をするって、さっぱりわかんねえなーっていうね、こんなの本当にメモして作ってるうちあんのかなと思いましたもんね。多分当時はなかったですよね。当時あれ全部揃えられるってどんな家だって感じだよ、ね。まあ、そんな感じでね、一応料理番組の体裁は取っていたけれども、まあ、完全にバラエティ番組として見ていたっていう、そんな感じの番組でしたね。